よっしゃ、行き。やばどうもゆかちせんのチャンネルです。今回はですね、7周年コイン G でガシャ回していきたいと思います。こちらですね、 Z 以上確定のヤバすぎるコインということで、もう早速バトル行きましょう。レベル7のこちら極オロチを倒したらですね、入手できるということなんですけども、 HP が345,000なんだよね。で、特攻なしで果たして倒せるのか。制限時間30分でございます。レッツラゴー。もうバンバン打っていくぞ。時間がない。やばい。多分一周ですね、1万とか1万5000ぐらい、調子良かったら2万ぐらいいくかなと思うんだけども、そう、ちょっとね、20分30分はギリギリかかるかなって感じなんだよね。ちょっと急ぎでショット打っていきます。やばいぞ。人面剣頑張って打っていこう。なんかそろそろ人面剣以外のキャラクターに変えれたらいいのにね。おっさんやから、ゴルフといえばおっさんだから人面剣がさ、これゴルフやってんだけど、ブルジョアジーとかでもなんか良さそうな感じですよね。別に他の妖怪にキャラ変とかできたら面白いなと思ったりするんだけど。しかもこれちなみにあれだよね、時計とかあんま関係ないんかな。時計って、ウォッチとかあんま関係なさそうな感じするけど。2連ミッション発生いたしました。2回連続で成功させたらボーナスが大きいよということで、スザクさんいっちゃってください。デフォが2000ぐらいなんじゃけれども、2400でしょ。で、3300でございます。1周目何歩いく、これがですね、基準値となるわけよね。1周目の結果がこちら、バビョーン、1万3000でございます。34を 1.3 で割ると何歩、だいたい25とかなるかな。もう逃走まで残り26分。ちょっと急ぎで行くわ。ちょっとね、早めに周回していきたい。あのね、特攻あったらね、もうちょい楽かなと思うんだけど、特攻の妖怪さ、入手しようと思ったらガシャ結構回さんとあかんやんさ。で、Y ポイントも結構消費するやん。で、そう、 Y ポイントを課金するのか元気ドリンクを課金するのかって考えた時に、コスパいいのはもしかしたら元気ドリンクなんかな。ただ極オロチレベル8以上ってなったら、もう特攻いないと無理ゲーだよね。もうフレンドの方に協力してもらうだとかしてもらわんと無理ゲーだよね。とりあえずレベル7であれば、特攻なしでもね、ギリ倒せるかなみたいな感じなんだよな。もうギリ。マジギリって感じ。今回ですね、プニプニ7周年記念ということで、もうオールスターズよね。めちゃくちゃね、みんな祝いの、お祭りの格好してくて可愛いんじゃけれども、なんかこう、なんだろうな、新キャラという新キャラでもないよね。見た目がちょっと変わったかな、みたいな。服装ちょっとチェンジしたかな、ぐらいな感じで、そうなんね。で、ガシャにはトリプルゼータのキャララインナップしてる、みたいな感じで。で、7周年コイン、普通のあの、7周年コインであれば、なんかね、S ランクとかラインナップかな、Z 以上ラインナップしてないんだよな。2周目の結果こちらでございます。12,000。3周目の結果いきましょう。こちら、10,000。4周目の結果13,800。5周目の結果13,000。逃走まで残り19分。8周目9,900。無理かもしれない。諦めたらそこで試合終了だってばよ。9周目12,000。これさすがに間に合わんな。極オロチのなんか特攻いないと厳しいから、ちょっとだけガシャ回すか。とね、極オロチに対して特攻がフミちゃんとアニビアーサーね。ちょっとだけ回そうかな。ダブルゼータ 0.4% か。なるほど。ちょっと一旦回してみるね。アニビアーサーとフミちゃんが果たして出るか。ちょっと20連だけ回してみる、せっかくだし。あー、なるほどね。トリプル S ランクのプニガミさんとかは出てきとるけど、1回だけちょっとね、出てきてほしいよな、レインボー。あざーす。ここに今回の特攻がおったらいいんだが、ケメン Z ランクのカイラでした。もう1回だけ回しちゃおうっと。もう1回だけ回しちゃおうっと。ふみひめこうへんかなー。組姫こうへんかなー。チュドン。組姫来ましたー。すごいー。ってことで、パーティーに入れちゃおう。特攻の組姫を入れた状態で、やったらどうなのということで、参りましょう。
もう最初からレベルマックスなのありがたいよね。ふみひめ、特攻どんな感じ？逃走まで残り11分。これで10回目かな。フルパワー回ります。もうここは低空飛行。ふみひめよろしくお願いします。ダメージが1万8000。ぼちぼちええやん。さっきまで2000とかだったんだけど、すごい。すごい。一発2000ぐらいだったんだけど、1万8000。これは可能性あるか？時間切れ嘘でしょー。ブシュ。さっきですね、ちょっとテンパっててですね、カイラッチパーティーに入れるのを忘れてたんですよね。ちょっと今回はちゃんとカイラッチ、そして、ふみひめ祝いを入れてやっていきたいと思います。これやったらね、普通に10周ぐらいで倒せんじゃねえのって感じでございます。やっぱ特攻おらんときついわ。で、かつですね、パーティー考える際に、特攻の妖怪は後ろの方、後方に入れといた方がいいかな、みたいな。4番バッター、5番バッターあたりに入れといた方がいいわけね。なぜなら、4連ミッションとか今発生してんだけど、最後の方がね、ダメージがよりこうアップするかなと思うんだよね。そう、最初はこれ、1.2 倍でしょ。で、2回目はさらにアップするかと思うよ。こちら、ご救援マシャンパイン。当てるだけでいい。ボスに当てるだけで、オーケー、オーケー。で、1.4 倍やん、みたいな。後方に行けば行くほど、なんかね、倍率じゃないな。なんかこう、上がっていくんよね。ダメージのやつがだいぶこう、上がっていくんで。候補に入れとくのが基地。で、こちら、カイラ祭りなんやけれども、1万4000で2万3000ぐらいになったよね。で、ラスト4連ミッション最後がこちら、ふみひめ祝いでございまーす。これは確実に当てたいよね。なんかこう、バウンドさせるとなんかたまになんかミスしたりするから、直接行く。デュクシュ。で、3万6000なんだけど、ダメージアップ 1.8 倍でかなりいい感じやんけ、みたいな。一周でめちゃくちゃね、ダメージいくっすわ。最高やな、特攻最高やな。合計ダメージ9万9000。いや、もうさっきと雲泥の差だな。ミッション発生したのもでかいしな。よっしゃー、これでレベル7のゴクオロチさん撃破でございまーす。なんとか倒せたねってことでご褒美受け取っておきましょう。なんかいろいろとね、ほんと、ご褒美豪華なんやけれども、欲しかったのはこちら7周年コインズイエでございまーす。輝いてますね、ゴールドに。あとなんかレベル8とか9とか倒してももらえるということなんですけど、とりあえずガシャ回してみたいと思います。7周年コインズイーの中闇ゴジラ、リュウタくんとかもおるし、あとスザクさんとか、あと剣王も確かにいるんよね、剣王ね。まだ持ってないから欲しいなと。で、ダブルゼータ、ブシニャンフューチャーとかもおるし、シュラヒゲさんとかもおるし、アキノテラスとかもおるし、フミルフェイとかもおるんだよね。Z 以上確定なんか激ヤバ。イベントの新キャラいないのちょっと残念ではあるけど。ということで参りましょう。超ヤバすぎる Z 以上確定7周年コインズイヤー。紙引きなるか。トリプルゼータ来たらかなり紙引きですけれども、ケモン、こうもうレインボー確定なわけよね。もうヤバすぎるやん。Z ランクのカッパちゃん出てきますいとおかっぱっぱー。いや、マジ神コインなんだが、持ってたけどね。そう、Z 以上出るの激アツだわ。ほい、ということで、以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。